去年10月、海外の学術誌にある論文が掲載されました。そのタイトルはというと、キリンはお熱いのがお好き？一体どういうことなのでしょうか。論文を書いた飼育員がいる京都市動物園に行ってみると、去年生まれた2頭の子供を含む6頭のキリンが底冷えする京都盆地の寒さにも負けず元気に過ごしています。キリンが元気なのはお好きなお熱いものがあるからというのですが、こちらキリンたちが飲んでいる水なんですけれども、手をつけてみますと、あ、温度があったかいです。そう、キリンたちが美味しそうにごくごく飲んでいるのは37度とちょっとぬるめのお湯なんです。京都市動物園でキリンにお湯を飲ませるようになったのは3年前で、飼育員が冬場のキリンの変化に気づいたのがきっかけでした。一番年上の個体がキリンがいるんですけれども、その個体が全く水を日中飲んでなかったことに気がついたんですね。やっぱり水がないと、その反芻するための胃の環境だったりとか、そういったところの健康状態にも影響が出ることがあるので、寒い冬に冷たい水ではなくお湯ならば飲んでくれるのではと考えたといいます。しかしキリンが飲む水は1頭あたり1日40リットル以上で、大量のお湯をどう用意するのかが問題でした。で、実はキリン舎の横にはカバ舎がありまして、本当たまたま大量にお湯隣にあったんで、すごく本当にラッキーというか、よかったなと思いましたね。熱帯に生息するカバが冬を過ごすために、カバ舎の池にはお湯が出る蛇口があります。ここからお湯をもらいキリンに与えることでカバーしたのです。冬場に水を飲まなかったキリンがお湯なら飲むようになり、お湯があるときは餌を食べる量が増えることが確認されるなど、お湯がキリンの強い味方になる可能性が示されたのです。キリンがはお湯の方が、そうですね、好きなんだなってことは思いますね。はい、お酒はぬるめの感がいいだけでなく、キリンはぬるめのお湯がいいも冬の新定番になるかもしれません。